ははいこんにちはですで、えー、今日はですね収録日5月11日なんですけども、日が回ってしまってね、えー、5月11日になってしまったんですけども、今日はね、ちょっと明日のあしとの c p ンについてね、ちょっとね、事前レビューという形でね、やっていこうかなというふうに思ってます、えー。今日もね、最後まで見ていただいていい動画と思っていただければ、ぜひね、チャンネル登録、いいねでね、応援していただけると嬉しいです。で、まず第一に、あの今日のマーケットなんですけども、まあ、ご覧の通りになりました、ダウがマイナス0.26。 S&P が,がプラス0.29、ナスダックがプラス0.98という形ですね。まあ、特にねマーケットに大きな動きもなく、まあ、基本的にはあの明日の CPI を控えて、まああのー、CPI を超える前にね、 あのショートをカバーしていこうという動きがまあ多かったんじゃないかなという,ふうにね基本的には考えています。まあ明日ね、あのー、結構いろんなところでインフレがピークアウトするんじゃないかと言われている中で、まあ、やはりショートしている人から考えれば、ね、まあ、利確という、ね、動きがき、ねまあ、今日のところは一旦あったんじゃないかなという,ふうに思うので、き、まあ、今日のね上げっていうところがまあ特に別になんか意味をなすものではないかなという,ふうにね考えています。はいで まあ,ただねあんまり参考にはならないですけどねこのプレーマーケットの方はダウから時間外ですねえ先物はダウから S&P からナスダックまで基本的に全部プラスで推移しているということでえこちらもねああのまあ あの時間外でまあ早々に、ね、あの先、まあ、なんとか今までショートした分をクローズするという動きが、ねまあ、見れるんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、ショートしている人も買っている人もひ,ひとまず、ね、明日の CPI の前にまあ手仕舞いするというか、まあ、ノーポジションでいくみたいな感じになっていて結構、ね、この,、まあ、の CPI に対する注目度というのはやっぱ、ね、結構今回は高いんじゃないかなという,ふうに、ね、考えています。はい でえっ、ー、と注目ポイントなんですけども、ちょっとこちらを見ていきますけどもね、えっ、ー、と今のところ、えー、CPI の予想が、えー、っとちょっと待ってね、CPI の予想がまあ8.5と呼ばれています。まあ、ただ、あの重要なのはこちらのあのー、 8.1と言われています、予想が、ね、8.1と言われています。ただ、重要なのがこちらの,そのヘッドラインの8.1%じゃなくて、まあ、それはコア CPI だったりが重要になったと思うんですけども、ただ結構、ヘッドラインでは、ね、CPI がピークアウトするんじゃないかということが言われてて、そのゆ縁としては、ね、一応8.1%去年からインフレする予定ではあるんですけども、こちらの、ね、マンスオーバーマンス。 先月比からすると0.22%しかまあインフレしないということでまあこれが予想通りであればその全体的なインフレというところではねまあピークアウトというところが見れるというところであのまあ予想通りであればある一定のね安心感というところはまあ,あるんじゃないかというふうにねまあ今日読んだ記事でも語られていますただ一方であのまあパウエル議長も言っている通りあの当然、重要なのはやっぱコア c p i なわけですよね。 まあコア CPI というのはまあ全体的なインフレーションの指標からエネルギーやフードを除いた数字まあすなわちあの価格変動が激しいものを除いて本質的なその物価水準にあのフォーカスにした指標ですよね、コア CPI。コア CPI はまあほとんどがね半分ぐらいが家賃で構成、家賃というか住居費で構成されています。注目はやはやりコア CPI が この予想の6.0%の上に行くか下に行くか予想通りかなのかというところが非常に注目で当然6.1%以上になった場合は。 もうう一段、えー、売り浴びせいうととといいころが当然想定されるる展開になると思いますただ一方で5.9%になった場合はかなり、ね、もうピークアウト見えているというところでショートカバーというところもだいぶ入ってくるので、まあ、5.9だった場合はかなり、ね、反発するということが、ね、想定されるんじゃないかなと思いますただ6.0の場合は、まあ、一般的にはそのピークアウトしていないという、ね、判断される感じかなという、まあ、今日読んだ記事ではそういうふうに書いてありました。 えっとこれマンスオーバーマンス、ね、私、なんとか重要と言ってるんですけれども、まあ、あとある記事でやっぱ0.5%にいくかどうかというところが注目で、えー、やっぱコア CPA が0.6%のままだと、0.5%のインフレなんですよね、年率5.4%ペースなので、だからピークアウトしたといえども、まあ、今回の予想通りの6.0だと、まだまだ、ね、あの気が抜けないね、あのまだまだインフレ高いね、えー、金利が。 あの次の FOMC で50ベースポイントじゃなくて75ベースポイント上げる必要あるねみたいにね、えー、予想通りでもねそういう風に取られる可能性があるのでコア CPI、まあ、さっきの CPI の話もあるんですけどよりコア CPI がねあの予想通りなのか予想を超えちゃうのかっていうところにやっぱまあ予想通りでも予想を超えちゃう場合でも結構あの一段取られる展開っていうのは 考えるまあ、予想通りの場合、ちょっと分からないですけどもね、しかも予想を超えたらそういう展開になる、予想通りだと、ちょっと一旦ね、マーケットがどう反応を見るかっていうところになりますけどもね、ただ、こちらね、あのー、予想を上回った場合、下回った場合、えー、予想を下回って5.9%の場合は、MM が、ね、0.25というところなのでね、だいぶね、やっぱピークアウトというところは見えてるんですけども、やっぱ6.1%になると、かなりね、高い水準になると思うので、やっぱ、ここが結構ね、コア CPI、5.9が出るのか、6.0が出るのか。 6.1が出るのかというところが、ね、だいぶ、えー、注目ポイントになるんじゃないかなというふうに考えています。なので、まあ、CPI よりもコア CPI、パウエルさんも、ね、ここ注目しているので、ここが予想通りか上か下かというところを、ね、まず、ね、明日注目していただければと思います。はい、で、えーっと、これらがまあ注目ポイントなんですけども、もう一回、ね、こちらの方に戻ると、まあ、ちょっとこちらにね、あのまあ いろんなアナリストがあの明日の CPI のことをどう思ってますかというところがあるんですけれども、えっとまあ、もちろんこのヘッドラインでも,あのもう基本的にはインフレーションはピークアウトしているということがもうエクスペクテーションとして挙げられてるよというところがここで書かれてますね、うん、でこちらでも、まあ、CPI が0.2% ワンスイヤーオーバーイヤーで8.1%だけども、マンスオーバーマンスで0.2%になるんじゃないかっていうね、まあ、これ、だいぶピークアウトしてるんじゃないかっていうところがね、もうすでにね、あのレポートとして入ってるので、まあ、そうですね、まあ、コア CPI、CPI、それぞれ注目なんですけども、まあ、CPI が予想通りであればね、一旦ピークアウトっていうところがね、まあ、なってくるというところですよね。で、こちらのレポートでも、まあ、どっかに書いてあったんですけども、下の方かな。A potential turning point for stocks. まあこのポテンシャルターニングポイントフォーストックスっていうのはやっぱ2つの意味があってもちろんこのさっき言ったようにあのアナリストの数下回ってくるような感じだとねまあ底打ちしてあのある程度そのまあそんな急激に上がるってわけじゃないんですけどもここらでねあのまあセールオフというかあのマーケットが売り上げせっていうところがねまあ一旦あの終わるかもしれないというところはねまあちらほらいろんなアナリストのところでね 言われているところではありますがただ、このトゥーリスクイマージというところがあるんですけども当然ねあの、アナリストの層を超えてきた場合、6.2だったり、ごめんなさい、えー、ヘッドラインで8.2だったりとか、コア CPI で6.1だった場合とかは、あの金利を、ね、早急に引き上げなきゃいけないというところで、ね、よりもう一段、ね、売られる展開というところは、ね、全然、まあ、あるんじゃないかなというふうに、ねえー、思います、はい。なんでね、明日の CPI というところがやはりこの ね、ちゃんとピークアウトしてるかどうか、それとも FRB の今までの施策じゃ物足りなくて、やはりさらに金利を上げなきゃいけないのかどうかっていうところが、ね、マーケットをあの注視しているというところなので、まあ明日の CPI ねかなり重要なものになるかなと思っています。ちなみにですけども、明日の CPI は、えー、8時半の東日本、東日本じゃねごめんなさい、東海岸時間に出ますので、 ちょっと日本の時間だと分かんないな、えー、ともうサマータイプ入ーてるから9時半でいいのかな、日本だと。ちょっとすみません、あの正直なところ、正確な日本の時間分かんないんですけども、いずれにせよ、あの東海岸時間8時半に、ね、CPI 出るので、明日のマーケットを開く前には、もうあの先物とか、ッ i x とかでだいたい分かるという感じになると思います。うん、で、まあ、あの私のツイッターの方でも、ね、速,速報を上げていくと思うんですけども、まあ明日ね、あのマーケットを開ける前に注目すべきところは、まずね、最初にッ i x かなと思います。 えおそらビックスがもうあのマーケット開始前から反応すると思います。ビ、まあ、ックスが、ね、大きく下がっているのであれば、まあ、CPI でいい、まあ、これはちょっと難しくて、もちろん予想を下回ったら、まあ、CPI が下がるいい反応だろうなと思うんですけども予想通りだった場合っていうのが特にコアがね、まあ、ちょっとどっちに触れるか分からないんですよね。まあ、その時はこのビックスを見てビックスが下がっていくようであれば、まあ、マーケットは交換してるんだろうなとかビックスが下がらないのであればマーケットはね あの引き続きリスクって考えてるんだろうなというね判断になるかと思います。で、もう一つ重要なのは、えー、金利ですね。明日、マーケットが始まって、えーまあ、10年金利、まあ十年金利が上がるのか下がるのかというところなんですけどもあの10年金利が続落していくのであれば、まあ、おそらくそのマーケットは CPI に対して、あのー、いい評価をしたということになると思います。というのは何でかというとその アナリストの予想を下回る、もしくはアナリストのミート、アナリストの予想通りでも、やっぱりインフレが根強く続いてるよねってなれば、その将来的に金利を引き上げざるを得ないあの、もっともっと金利を上げなきゃいけない、もしくはもっともっと引き締めをしなきゃいけない、そうすると、やっぱり債券の、ね、どん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 、QT が加速していくとね、債券が売られていって、金利が上がるとか、そういうことが想定されるので、まあ、金利上がるイコール、やはりマーケットはまあインフレが問題だ。 FRB はもっと金融引き締めしてるはずだという考えた結果が金利上昇だと思うんですよね。逆に金利低下する場合はっていうのは結局債券もあの裏側を見るとねこういうふうにあの債券価格のまあチャートがあるわけなんで、まあ、めちゃくちゃ安いというかボトムになるじゃないですかでもしこれでインフレがピークアウトしてるもうこれでインフレがねこれ以上もうインフレが加速することはないっていうことを考えるとある意味債券投資家は そそろそろね、買っとかなきゃもしくは債権をショートしている人たちが終わ、まあ、って債権を買い始める、まあ、今の金利で買っとくのがお得だろうという風に、ね、あのまあこれ以上 FRB は金引きしないということなのでそうであればね、今のうちに債券を買ってしまうもしくは買い戻すという動きが、ね、見れるんじゃないかなと思うのであのマーケットが、ね、CPI に対していい反応をするときというのはおそらく金利が、ねまあ、下がってくるというところなのでビッグスと金利で、ね、マーケットがどう反応したかというところが1つ、ね、 測れるんじゃないかなというふうにね、えー、思ってます。はい。まあこちら十年金利も二年金利もね、まあ,あの同様に反応していくと特にあの二年金利でね、まあなんとなくこの辺のラインでこの辺のラインでねサポートが入ってると思うので、ちょっとね下に触れる2.5とかにまあ2.5とかですねというかに行くようもんであれば、若干ねこの金利としてもねピークアウトが見え始めるかもしれないなとかね、えー、考えてたりはします。はい。うん。 10年記念も同様ですねまあ今日戻ってきましたけどやっぱりここの2.98ラインを下回って2.8とかにね落ちていくようでもであればねまあもうこれで金引き締めっていうところもね一旦落ちてくるのかなというね可能性が出てくると思いますはいもうすでにね昨日今日でちょっと気になった動きっていうのが昨日今日でやっぱ金利下がってますよね因線が2日連続で出てるし、えー、こっちもね あのインセン大きいインセン出てますよね,昨日ね、まあ、なんで既に金利という意味では、その CPI を前に高くなるというよりかは、もう債券の,あの買う方が始まっている、まあショートカバーなのか、金利を前にして債券を買い込んでいるのか、ちょっとどっちか分からないですけどもね、CPI の前にちょっと買うという動きが、ね、見られているということになりますね。そして えーっともう一つ注目すべきところが、まあ、コモディティですね。今日こっちの TRJF はもう反応してるのかな反応してますね,、えー、っとね。コモディティがこの2日間続落してるんですよね。まあ、これも結構気になる動きで、明日もこのコモディティの動きというのはすごい注目なんですけども、まあ明日ねインフレが高いというデータが出たらば、おそらく、ね、コモディティはあのーえー、っとちょっと、ね、上がっていく可能性が想定されるんじゃないかなと思います。逆にただやはりコアも ヘッドラインもインフレがピークアウトということをね、もし出てこればね、さらにコモディティはね、あのーのショートする人たちっていうのがね、まあ出てくる可能性はあるなというのを思うので、まあ明日のコモディティの価格が下がったらやっぱマーケットは交換したんだなコモディティーの価格が上がったらまだインフレ続くって考えてるんだなとかね、ます、あ、べての指標がね、このインフレに対してどっちかに動くどっっちかに動くっていうのはね、まあ、どっちかはこっちに動いてどっちかはこっちに動くとかあるかもしれないですけども、まあ、目安として。あのー ビックスが下がったらまあ交換している金利が下がったら交換しているえコモディティが下がったら交換しているというね感じに捉えられるんじゃないかなといううに思ってます。ただ、の明日1日だけの動きであってその明日のインフレデータが出たときにね結局、それをまあマーケットが3日4日かけて消化するという動きがあるのでまあ明日だけでは判断できないんですけども、一旦明日の動きはねそういうふうに判断できるんじゃないかなといううにね思っています、は。い もしね、アナリストの予想を超えてあの、金利が大きく上がった状態でね、株価がドーンっと下がれば、まあ、かなりね、危うい状態というところがね、継続していくかなというふうにね、考えてます。うん、で、えー、っと、もう一つ、えー、気になるのが、その、たとえこのインフレが、まあ、予想通り、もしくは予想下回ってね、あのー、この金融引き締め、インフレっていうところが、一旦トレンドとして終わったとしても、 あの昨日もちょっとお話したんですけども、今、アナリストの予想というところが下がっていったりとか、GAFA の、ね、決算が悪い、今日うも、ねえー、コインベースだったりとか、ユニティだったりとか、あともう1個、ロブロックスとかね、決算あったんですけど、軒並みね、やっぱその、ステイホームからの、特需からの脱却っていうところに失敗して、やっぱ株価を大きく下げてるんですよね。あの基本結局別に、ね、CPI でその、まあなんつうのかな、やった、これでインフレピークアウトした、これでこう、えっ、ー、と、 FRB のね金利締めというところがだいたいフィックスされたってなっても、あのー、本体である企業の決算というところがねあんま揺ってない状態が続きますので、まあたとえ CPI をクリアしてもそんな相場回復っていうところはね、まあ、なかなか難しいんじゃないかなというふうにね考えてます。とりわけねあのほぼ孤軍奮闘してた決算の良かったテスラもね今日のニュースであのー、上海工場がねだいぶ生産が ペースが落ちてるというところがあって、まあ、ここね、最近テスラの不振というのは、ね、そういったところも影響を受けてるのかなとかね、思ってたりはします。はい まあそんなところかなまあもちろん投資家の期待としてはねあの明日予想通りか予想を下回ってねぜひここでインフレのピークアウトインフレが終わりっていうところをね、まあ、データとして示してくれればねやはりターニングポイントになれる可能性があるのかなと思うので、まあ、期待値としてはねやはりインフレはね、まあ、住んでる身からしてもやっぱインフレはピークアウトしてほしいなというふうにね考えてますまあ今はね、えー、事前レビューとしてはねそんな感じで考えてますという感じですねはいまあそれ以外はまあ特にまあ なないかな特に注意しなきゃいけないって話はね特にないかなというふうにね、えー、思ってます。 まあそんな感じでね、明日の CPI に、ね、迎えられたらというふうに思っています。まあ、明日ね、私のツイッターの方では、ね、可能限りね、速報を出していきたいと思うんですけども、あのもしよろしければ、ね、この際ツイッターをフォローしていただいて、あの速報とか見ていただければとと,ともにね、まあ、明日の動画でもね、可能な限り CPI の内容というところをね、お話ししようかなというふうに思っていでね、そちら見てもらえればと思います。すみません、ね、今日ちょっとね、仕事でだいぶ遅くなっちゃったんで、そんなにいつもとまとまってないんですけどもね、こんな感じでね、CPI 事前レビューとね、させていただければと思います。えー、今日の動画が良かったよと思っていただければ、ぜひぜひね、チャンネル 登録そしししてていいいいねでで、ね、応援たただけると、ねえー、嬉しいですまた、ね、スーパーサンクス実装してますので、ね、そちらもいただけたら、ね、かなりう、ね、嬉しいので、ね、ぜひ、ね、何卒ぞよろしくお願いします。では、ね、朝、ついにしっですねあのの、あのー、場合によっては、ねあのー、転換点となる場合もある、もしくはピークアウトせず、6月に持ち越し、まあ、どっちかの可能性になるかなという,うに思うので、ね、そちらしっかり、ね、見極めていければいいかなという,ふうに、ね、思っています。では、ね、またあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。